皆様ご無沙汰しておりますノクタンレディオです。いやほんまにご無沙汰しておりますノクタンワでございます。ノクタンワ、はい、今日が第68回目、吸血鬼リアイク、あ違う、元吸血鬼リアイク山下誠一郎ですそして監督の森田純平です。はい、ほんまに久しぶりです。今日も何どうぞ、ね、あの生きとったんか我って多分思われてるブギナーの皆さんも多いと思うんですが、息しとりました。はい、息しとりました。元気でございました。はい、久しぶりですけれども、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お元気ですか。お元気ですか。久しぶりすぎて6月来ちゃうよ。はい、もうじゃあバースデーを迎え切った誠一郎っていう体で頑張ります。出た、31歳です。よろしくお願いします。来たー、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。じゃあいっちゃう、31。え、アイスくれるってことですか。そういうことではなくあ、じゃあそれで、あ、なるほど。それこそノクタンブギー企画から考えればまだピティピティの20代だった頃から始まっていたんだな。まあピティピティではないけどって思うとなんか時の流れを実感しますね。なるほどね。せわしなくやらせていただいております。恐竜に乗ったり大変ですよ。あ、そうですね、吹き替えやったり恐竜乗ったりいろいろと、はい、頑張っております。伊達に13は行ってないな。そうですね、伊達にトリプルしてないですね。おう、チャレンジザトリプル。ちなみに僕はバニラが好きです。バニラ、はい、僕はシンプルな味付けが好きなので、あのポッピンシャワーとかあの手が出せないタイプの人間です。あ、僕はもう毎回必ずポッピンシャワーですけどね。どういう美味しさなんですか、ポッピン。いや、僕はあのポッピンが好きなんですよ、まず。へえ。僕がちっちゃい時に、はい、パチパチコーラとか、あの、はいはいはい、駄菓子屋でね、ベロンの上に乗せるとパチパチ弾けるよっていうお菓子、はい、これが衝撃で、はい、でもそれを思い出しちゃうから、うーん、毎回それ言っちゃう。僕の世代だとポケパチですね。ポケパチ、あのポケモンのやつがあるんですよ。それがピカチュウのデザインだから、あの電撃がババババってなるみたいな感じのポケパチって売ってましたね。そのノリです。なるほどね、そっか。普通に僕シンプルに、すいません、バニラとチョコレートとっていうシンプルなマジシックだね。シックですね。シンプルイズベストを貫いてしまう。ああ、ちょっと13は食べたくなってきたな。確かに、はい、そんなアイスの似合う夏がもうすぐ、てかすでにもう暑いんですけど、世の中どうですか。監督もそれこそめちゃくちゃお忙しい日々なのでは。最近またちょっと実写作品が面白くなってて。それは相手にするのは俳優さんとかそういう。あ、もちろんもちろん。あ、実写、映画だとかドラマだとかそういうことですかね、要は。そうですね。おお。やっぱりこう久々にやるとさ、その機材のこととかもそうだし、あ、カメラとか、演出のこととか、改めてやっぱ全然アニメとも違うから、面白いね。もしかしたら苦労するかもなとは思ったりとか、やっぱ生身の人の芝居でこのテンポは出せないとかあるからさ。そうですね、やっぱアニメーションとかに比べると、そのここからここのまでっていう決まりがないから。そうね、そこは役者さんがその間を作ったりする。いや、だから逆に編集とかさ、はい、やってて結構ドキドキするんだよね。あ、実写ってそっかこんな感じだったかみたいな。うん、要はアニメ作品だとやっぱ根底とか、まあ、根底冊とかで尺はもう決めてやるから、うんうん、このカットはこういう絵で、このカットはこういう絵でっていうけど、そうそう、実写ってその、あの素人知識ですけど、いろんな場所にカメラを置いてっていうところで、あと単純にその芝居がさ、はい、じゃあ何、笑うシーンとかだとしてさ、あ、こんな長いことを笑うかとか、あの逆に笑いのこの余韻がここあった方がいいなとか、はい、って考えるとどんどん尺伸びるから、あの、そうですね、さあどうしようみたいな、うん、そのあれが我々には声優業ってものにあまりなかったりしますものね。ここからここまでで喋ってくださいってやっぱり指定されていることがほとんどなので、うん、そうやね。すげえ、久々やのに真面目教養チャンネルみたいな。いや、いいことなんですけどね。映像業界を目指す人がいたらね、たちにはためになるお話みたいな、うん、いや意外とノクターンブギ劇団はあの
非常にこう若い方々に見ていただいてる。あ、そうなんですか。コメントとかもさ、やっぱ今度2年生ですとかさ、高校生ですとかいう方もやっぱ多いから。なるほど、うん、そういう人はね、なんかもし実写とかアニメ業界とか、ええ、まあ、映像に関わる仕事を目指す人がいたら、うん、もうこんなにラッキーなチャンネルありませんよね。え、もう監督のセミナーやるしかねえって感じでね全部言うから。はい、なんかそれこそ今まで過去にはリスナーのブキナーの方から質問いただいてお答えしたりしてたんですけど、それってまたしたり今日できますか。はい、あ、そうですね、まだちょっといただいときながら読めなかった、はい、時間の都合で読めなかったやつとかあるんで、はい、このままだとマジでセミナーみたいになっちゃうんで、ちょっと割とね、ユーモアというかね、フランクに行きたいですね。そうですね、これ行こうかな。まあちょっとね、時期はずれちゃってますけど、はい、真澄さんからいただいた質問がありますと。ありがとうございます。でしかもこれ瀬戸ちゃんがいる時だったんで、瀬戸ちゃんいなくて本当ごめんなさいなんだけど。 あすいません。はい、まあ、このコメントの時がホワイトデー付近だったということで。あ、3月14日はい、はい、聖地さん、これまでにあったバレンタインあるいはホワイトデーの甘いもしくはほろ苦い話があったら教えてほしいですという、なかなかこう攻めた。ああ、まあ無難にね、小学校の時の話とかするがいいよ、と人気声優の。いや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 、今アホって言いましたアホガードかなってちょっと。そうそう、アホガードです。アホガードバカにしたわけじゃなくて、いやもう全然アホガードもらいやがってみたいなそうですね、結構そのバレンタインっていうと苦い思い出みたいなのをコラムに書いたりとか昔からよく話したりしてたんですよ。 同級生の男の子に騙された悲しいバレンタインの話みたいなのはよくやってたんですけど、いい思い出、いや待って、ないみたいな、やめてな。でもなんだろうな、いわゆるそのなんか、なんか山下先輩、これ受け取ってくださいとかはないです。あ、そうなん。なかったです。監督はどうですか？モテ男の武勇伝聞かせてくださいよ。いや、僕男子校だったんでね。まあーっと。もうそりゃいろんな女子校にさ、こう繰り出していかないと。もらいに行くんですね。もらいに行かないとさ、もう道場破りですよ、だからもう。頼もう。チョコくれーっつって。チョコくれって。で、そうなるとやっぱそのさすがに高校生で合コンとかはないにしても、あるある、 あるんですか、うん、あ、そっか、今日例えば中学校一緒で高校離れたけど共学に行ったあいつがセッティングしてくれたぜみたいなことですかね。いや、もうそれより僕らはやっぱ昭和のこの肉食獣だったので。いやいや昭和の、はい、うん、もうガンガン繰り出してこう、おナンパですか。そうナンパしたり。はあ、当時だってあれですよ、もうそれこそ携帯とかもないからね。あ、もう頑張って家電ですよ。ポケットベルでもなく、うん、まあ、ポケベルの子もいたけど、はい、僕は持ってなかったんで。家電ってめちゃ勇気いりませんか。いや、だからね、よくそのね、昔のエピソードトークで出るけど、そのお父さんが出てとかさ。ああ、兄弟が出てとかありますね。そうそう、リアルあったよ、そんなの。へえ、君はなんだねみたいな。あら、純平というものですか。もうかけてこなくていいからみたいな。それはあの娘に悪い虫がつかないようにっていう。そうそうそう。はあ。そう思うと今って、まあ、恵まれてるって簡単に言っちゃいけないけど、手段としてはね、すごくスムーズですよね。LINE を、ね、教えてとか。そこツイッターとか知ってればね。そうそう、すごいな。あ、それこそバレンタイン、ホワイトデーっていうのは監督の森田家ではどうなんですか。あの娘さんがくれたりとかっていう話はないんですか、そういう。あ、もちろんその最近はね、作ってくれたりするしね。おお、どうじゃね、ホワイトデーの質問ですけど、例えば、うん、あのね、そのうち娘さんが同じ幼稚園なり小学校なりの男の子に渡す日が来るんじゃないですか。もう飲むしかねえよ。飲むってどういうことですか。チョコ。いやいや、もうアルコホールに、もうアルコホールに逃げる。
やってられねえよってことですね。いや、そのうちお家に連れてきますよ。いやいや、うん、本当に。あの、僕、あの、お父さんがやってるノクターン武器大好きなんですって言われるかもしれん。いや、そしたらもうそいつ大好きだ。シンプル。すごいな。すごい。わかるじゃねえかって。わかるじゃねえかって。子供はオレンジジュース、パパはアルコールで。なるほどね。逆にホワイトデーだから娘さんたちや奥様にあげたりもするんですか。そうね、あげて、うん、あの、だいたい不評、不評っていうか、あのセレクトがちょっと全然食べてくんねえなって時もあるしね。あ、これいうのは好きじゃないんだとかね。あ、学びがあります。いや、いいエピソードを聞かせていただきました。いやいやいや、ありがとうございます。はい、もうバレンタインからホワイトデーにかけてはいろんなお菓子をいただいて食べて太るっていう時期です、私と。そして そのチートデーを経てね、経てね、トレーニングをっていうところですね。かっこいいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一個ぐらい、じゃあちょっとこれいきましょうか。じゃあリナさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しいお時間ありがとうございます。ということ、こちらこそありがとうございます。誠一郎くんもご出演されているイケメン男子たちのドジを描いた作品に癒されておりますと。ああ、某、はい、アニメですな、はい、クールな、はいはい、クールな、はい。そこで皆さんがされたドジ話を聞かせいただけました嬉しいですと。ドジ話、はい、無限にあるんだろうけど、ドジね。監督ありますか、何か。僕はね、まあ本当直近ですけど、はい、あの、まあ、元々方向音痴、極度の方向音痴、あ、意外です、はい、っていうリアルフィーニス様なんですけど、あら、可愛らしい。この間ね、ゴールデンウィークに、はいはい、こう友達 と、バーベキューやろうということになって、まあ、娘とかもね、こう連れて行って、はいはい、大人数で、そうそう、あの、まあ、初めての場所だったんで、ええ、ちょっと場所がね、こう電車とかだと行きづらいし、タクだとちょっと遠すぎると思うから、うん、バスでいいのあるよみたいな、はい、あの、教えてもらって、あの、そのバスここにあるからこれ乗ればいいからって言われて、あ、 OK、 ありがとうって言って、うん、そのバス停に行って、はい、そしたらこう、まあ、バスがもう止まってたんですね。で、まあ、例えば A 駅行きと、B 行きみたいなのがあって、うん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 、で目的地は A 駅なんですよ。 A、はい、でだけど B 行きに乗った方が早く A 駅に着けるっていうちょっと変わったやつだったのね。あー、はい、まあ、例えばなんだろうな、渋谷行きっていうバスよりも、うんうん、洋画行きとしか書いてないバスの方が渋谷にもこっちの方が早く着くと。そうそうそう、はいはい、っていうやつで、ただ僕はもう行き先の駅はここだここだ、忘れないに忘れないって思っちゃってるから、もうとにかくその A 駅って書いてないことに、あの、これは乗っちゃダメだって思っちゃって、はい、あの、それをずっと見てたっていうね。で、うんうんうん、目の前で発車しちゃって、 あれお前乗ったみたいな LINE が来て、うんうんうん、あ、いや、何行きだったから乗んなかったわっつって、うん、違うとこ行くやつだよねみたいな言ったら、うんうんうん、いや、だからそれが早く着くんだよっつって。ああ、なるほど。でよくあるんですか、そういうのって。割とありますね。なんでやねん。だから奥さんにはめっちゃ怒られてるね、いつも。ああ、なるほど。それ例えば、あの、例えばご結婚前とかデートとかでそういうのってあったりしたんですか。いや、その時はまだちょっとこうかっこつけるからさ、はい、あの、はい、ロケハンしたりしますから、ね、いや、監督の血映像作家の血が出ちゃってる。そうそう、先に言っといて、あの、あ、デートスポットを。そうそうそうね、確かにルートはめちゃくちゃ気にするかも。それはわかります。さすがに行かないけど、あの、そういう行きぐだるとね。そうそうですね、めちゃくちゃそれググるかもしれない、うん、それはわかります。そうそう、それこそ今はっと思い出したけど、僕初めてこの仕事声優やって、うん、なんて言えばいいんだ、あの、初めて、その初めてのアニメの仕事が決まった時に、うんうん、前日にスタジオ行きましたね、あの、怖くて。ああ、あの、遅刻したら俺の声優人生スタートダッシュ失敗って思って、うんうん、あ、こんぐらいかかるなとか時間がとか、はい、私は用意周到なのみたいな。あ、ごめんなさい、ちょっと新仮面ライダーみたいにちょっとブームが来ちゃって浜辺美波さんね。いや、はい、用意周到な女な、私はみたいな。あ、語っちゃう、やめよう。はい、クモオーグね。クモオーグですね、いいないいな、いや、めっちゃ良かった新仮面ライダー、うん、うん、僕は好きです。うん、あ、本当。ドジか。山下くん結構さ、はい、その
なんかドジってもさ、はい、大丈夫なキャラだよね。あー、それはなんか許されがちみたいなことですか。ちょっとなんかこう愛されキャラとかもあるじゃん。なんとなくわかんないイメージだけど、例えば先輩の声優さんとかからもなんか可愛がられるイメージがあるわ。あ、でもいじられたりして、そうやね、いじっていただけたりはしやすいかもしれないですね。うん、あ、それこそなんか例えばアフレコとかって少しずつ場所によっては大人数でアフレコできる機会が増えてきたんですよ。広いスタジオだったりすると、ね、ってなった時に、まあ、あるアフレコをしてたんですけど、うん、あのやっぱりイヤホンをつける癖が抜けてなくて、はいはいはい、あの自分たちと違うタイミングで収録された方の音声を耳で聞いてアフレコするっていうのがやっぱここ近年は当たり前になっていたので、うん、で僕も何にも考えずにそのスタジオのアフレコイヤホンをすってつけてやってたんですけど、うん、先に撮った人のと誰とも掛け合いしてなくて誰とも関わってないのに意味がなくただイヤホンをしているだけの男になってた。これはドジですかね。ああ、まあ、でもそれ聞けた方がいいんじゃない。でも聞けてよかったんじゃない。あー、じゃあドジとちゃうかおかんが言うにはミルクな感じです、ね、あー、じゃあドジとちゃいますね。だドジをドジと分かってないドジ、ない、ドジ、じゃあドジか。それはそれはドジやなうん、でもおかんが言うには誠一郎は気づいてないらしいねんつってじゃあドジとちゃうかちゃうかっていう、はい、あのすいません、あの お耳汚しをいやでもそうですね、割とドジドジ、天然とドジってまたちょっと違うような気もするよな。割とむずいね。瀬戸ちゃんって天然じゃないですか多分。あ、怒られる、やめよう、うん、でもそんなかあの天然というか天才じゃないですか。あー、天才だね。うん、我らがノクターンブギメンバーって天然の方いますかね。天然とか、まあ、ユートかな。天然っていうか、確かにユートはあのだらしなさな、だらしなさって可愛げのあるだらしなさが、ね、あれみたいな感じはちょっと、そうそうそう、愛され感、うんうん、またなんかあれですね、その皆さんとあるいは数人で集まって喋ったり、あとまたなんかそのノクターン劇団でイベントかなんかっていうのは、うん、ね、年明けからおっしゃって話してましたけど本当だよ、半年経っちゃう、いつか半年経っちゃいますね。でまずはまあ本編ね。いや本当そうですね、元彼から電話かかってきてっていう、そうそう、気になるところで止まってますから、はい、とかで、その先の台本はもう書き終わってるんで、あら、じゃあもう、はい、アフレコしてっていう感じですね。わかりました、じゃあそれを楽しみに我々で、はい、いざ収録して、そうですね、皆さんにお届けして合間にそのラジオを挟んでっていうのをもっと、はい、コンスタントにやっていけるよう頑張っていきますし、尻に火がついた感じで、はい、ちょっと今日は終わろうと思います。はい、はい、ということで皆さん質問ありがとうございます。このこれを聞いてから、あ、なんかちょっと2人に聞いてみてえなって思ったことがあればコメント欄に書き込んでいただければ、はい、我々それを拾って次のノクタンレディを回答させていただきたいと思いますので、本当に皆さんのおかげでこの、まったりグダグダレディを成り立っておりますこれからもよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでお相手は、山下誠一郎と監督の森田純平でした。せーの、グッバイラブギー、乞うご期待。